はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。マリオストライカーズなんかね遊べるらしい。そう、ちょっとまだ体験版なんですけど、ちょっとねなんか急遽なんかね、そう決まった時間遊べるらしいみたいな、こんな感じらしいので、ちょっとフリーバトル行ってみる。インターネット、はい、で誰とでも一人で参加、インターネットからチームメイトを探してペアを組んで対戦しますか、それともペアを組まずに対戦しますだってペアを組まずに対戦が選べないのか。なので基本的にはペアを組んで体験版だと対戦ですよみたいな、そんな感じっぽいね。マッチングする、これ。あ、そう、あ、来た、やったぜ。あ、来てない。あ、味方が今来ましたよと。で、相手チームを待ってますので、いけそう。ちょっと、なんか味方、あー、電波大丈夫そう。いや、僕もね、電波悪くなる可能性があるのでね、全然否めないんですけど、これ、マッチングすんのかな、まあ、とりあえずちょっと待ってみましょうか。いやー、頼むで、所詮。そうなんだよね、スプラトゥーンの試写会とかもね、なんかなかなかマッチングしなくて地獄だったらしいんですけど。そう、僕はね、そう、Wii U で、もうなんか発売されて盛り上がってるタイミングで、ちょっと Wii U でね、ちょっとスプラトゥーン買っちゃってみたいな、そんな感じやったんで、ちょっとね、ね、その地獄の体験版マッチングをね、ちょっと体験してないんですけど、で、スプラトゥーン2の試写会の時は、なんか割とマッチングしてたような気はせんでもないんだけどな、みたいな、なんかそういう記憶はあるんですけど、まあ何分ね、二人だから。いや、これ一人の方がマッチング早かった説がね、否めないんで、やっぱね、チームバトルってなるとちょっとね、同じタイミングでプレイする4人を集めないといけないから、ちょっと大丈夫かなって感じがするんですけど、ちょっと、あ、ちょっと、味方抜けた。お、来た。来た。お、ちょっと、相手3人やん。待って、どうしたらいいの？ん？どうしたらいいの？わかんない。わかんない。どうしたらいいの？こう？わかんない。オート？マニュアル？オート？そう、オート。オート。わかんなかった。へぇー、ちょっと待って。あ、そうなんや。ちょっと待って、どうしよう。そう。ルイジにしとこう。おいえ。おいえ。何ギア装備って。何かわからんけど、ギア装備しとけ。もう一人選べますよと。キノピオとかも選ぶ。なるほど。同じキャラもいけんのかな。あー、マリオ選べる。どうしよっかな。ちょっと一人ぐらいパワータイプいてもいいんちゃう？ドンキーにする。そう、で、ギア、ちょっとわからん。何も変わんない。多分ステータス変わるんやろうなって感じするんですけど。うん。で、シュートはマリオの方が高くてみたいな、そんな感じなのか。どうしたらいい？何色がいいですか？何色がいいですか？じゃあ赤にします。あ、こういうのも選べんねや。へえ、ちょっとすまんな。なんかね、ちょっといろいろ選んじゃって、ちょっと申し訳ないんだけど。へえ、ちょっと何が違うのこれ。なんかわからへん。わからへんけど、そう、リゾートジャングルにしようか。そう、わかんない。わかんない。え、これさ、こっちが選んだやつが決まるの？これお互いに選んでて、ランダムでみたいな、そんな感じ。ちょっとわからんけど、よろしくお願いします、皆さん。お、来た。ここリゾートっぽい。そう、ちょっと待って。速攻決められた。マジか。やばい。相手うまいぞ。お相手さんうまいぞ。待って。そう。そう、ひどい。そう、4人いるとちょっと訳が分かんなくなってくる。待って、そう、パスしてる。
誰もいない。ちょっと待って、これ操作どうなってんの。待てよ、そう、よく分かっていない、よくは分かっていない、よく分かっていない。ルイジが、ちょっと待って、ドンキが吹っ飛ばされちゃう。やばい、ちょっとボコボコ。なんか一人プレイの時よりちょっとうまく走れない。ナイス、ちょっと待ってよ。あ、やばい、それ取られる。赤チームでいいんですよ、ね、僕は。痛いです。いけ、ナイスだけど、ナイス。待てよ。おお、ボールに全然触ってない。小学生サッカーになってる若干。そう、こっちはロケットでいいの。ナイス。あー、ダメですか。ちょっと待って、あ、そっか、今ためれたよね。ぐちゃぐちゃ。前出すぎるところ。いけ、アタコーラ、ナイス。そう、あ、味方にも当たるんですね、これ。あー、決められるか。そう、試合になっていない。まずい。これはまずい。待てよ。あー、ちょっと巻き込まない。3とかどうなってんの。分かんない。ちょっと待って、アイテム取ってもアイテムが取れないです。吹っ飛ばせ。おお、ダメー、痛いです。そう、あー、すごい、まずい、ナイス。待って、ロキ今手で取らなかった。そんなことない。分かんない。キノピオを僕が使えるということが分かった。待って、痛いです。うまく取れない。あー、今の打たないとダメだよね。フリーやったもんね。マジか。いやー、ピーチがいないチームなので負けたということは分かった。いやー、どうなんだろう。なんか一人プレイの時と違って、なんていうんですか、ボールの周りぐるぐる回っちゃったりとか、ちょっとね、むずい、ちょっと、一旦終わろう。さあ、というね、なんか、ドタバタというか、はちゃめちゃな感じではありましたけど、もう一回やってみよう。お、来た。で、右チームになった、よくわかんない。キャプテン、こう。どうしたらいいの。そうと、マニュアル。そうと。そうと。はい。どうしたらいいんだろうね、これ。とりあえずルイジか。ルイジ選んでいこう。で、なんか違うキャラ使ってこうぜ。違うキャラ。
ピーチ行くか。の。そう。わかんない。あー、なんか、バランス良さそう。バランス良さそうっていうか、なんかスピードテクニックによってそうなチームになったね。で、キャプテンがチームから選んでくれると。あー、なるほど。今度うちは、青チームっぽいね。で、スタジアムは結局、これもしかしてあれなんか半分に分かれてて、なんか選んだチームが選んだあれになってるみたいな、スタジアムになってるみたいな、そんな感じなんかな。え、ちょっと分かんない、分かんないけど、やってみましょう。よろしくお願いします。今度はあのなんか青チームかっこ紫チームっぽいので、そこはあー、そこでガッシャンコすると。なるほどなるほどなるほど。ここの演出ちゃんと見てなかったもんね。っていう感じですけど、スキップして、すまんスキップした。よし、よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、7は僕なんだこれ色っぽいやつが多分僕っぽいんだよね。いけ、そう、マリオ2人を、おお、ナイス。ちょっとしっかりタックル決められた。ひでえや。なんかそっちでボコられてるんですけどちょっとそこブンブンの前にいんのズル。ちょっとなんかアイテム出てきた。ちょっと全然取れない。待って、ナイス、ブンブンナイス、ブンブンナイス。よし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 、痛いです。そう、クッパ強い。そう、いない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 。おお、クッパに当たった待って、あ、誰もいないのか。そう、キノピオが吹っ飛んでる。あいでーあ、やばいやばいやばい。どう、黒と青。おお、キノピオがいっぱい出てきた。ちょっと反則やって、9対2になった。9対4、わかんない。さあ、どうなる？ちょっと、止めて。あれ？止まんないのか。え、なんで止まんなかったの今。パーフェクトじゃなかったよね。そう、わからん。わからんけど、やっていこう。待て。おー、青コーラ出た。あ、そう、普通にゴール決められた。マジか、クッパやるなめっちゃファインプレーやったぞ今のさあ、悪い時間なんかめっちゃ指示出してるってか。ちょっとふっ、そう、ピンチ余ってる、ピンチ余ってる余っているわけではない待って、痛いです、痛いけど、うわー、ダメか。一旦後ろに出して、うわー、取られる。キノピオ辛そう。そう、まあ、キノピオ止めてください。わあわあ、いけ、ブンバ、頑張れ。ダメじゃないですか。今ゲージ満タンまで行ったよ。ゲージ満タンまで行ったけど決められる。いや、うまいな相手。しっかり決められてる。ああ。さあ。あ、ちょっと、ボックス2個出てきた。ナイス。待ってよ。そっち持ってる。痛いです。そう。持ちすぎた。タックルが全然決まんない。よし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 。ドド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 。あ、ちょ、キノピオ、いけ。あ、終わった。スターが思ったより短かった。ナイス。
お、あげた。待って。何かに反射してそれ全部取られるんだよ、ね、あーパスが遅かったか。やばい。うーナイス。あ、今止めたくない。ヒノキオ止まってないのか。やばい、これは巻き込まれる。いやーほぼ全員巻き込まれた。マジか。7対0は大変なことになってるってそう、50秒ある。大丈夫。おおおおおお、えだ、何かが飛んできた。すげえことになった。とりあえずなんか色濃いやつが僕の操作ということが分かった。おお、止める。ナイス。待てどこそっちじゃないです。すか前に上げて決めてくれ。痛いです。誰かがてってんしてる誰かが画面外でてってんしてたそう、すごいボコボコになってる。あー、しかも点取られる。マジか。最後のダメ押し。あ、これあれ、なんかあれ、そういうそういうなんだ、あのオウンゴール決めた時あんな感じなのかマジか、相手強かったなモサやん、モサ。タックルとか全然決まらへんな。ボール支配率は高かったか、まあ、なんか握って走ってたみたいな、なんかそういうあれやったから、なんか的になってたんかな、なんかそんな感じはするね今んところね。なんだろうね、なんか自分のキャラクターを操作してる感じがね、なんかしてなくてなんかあれあれあれみたいな、ぐるぐる回るみたいな、なんかね、そんな感じでしたこれはどうしたらいいんだろうね、わかんないんだな。マニュアルオート、マニュアルでやってみるか。なんかそれをよく分かっていなかったっていうのも、うーん、なんとも言えないな。うーんオートが、うん、次ロゼッタ使ってみる。はい、そうで、パワー、クッパがパワーやし、ちょっとなんかマリオとか使うか。はいよし、行くぜ。お願いします。よろしくお願いします。準備は OK。 うん、そうで、この2人をそれぞれが操作するのではなくて、敵戦ね、あのフィールドにいる4人を、なんかいいところにいる人をなんか交代で操作できるみたいなので、まあ、うん、ちょっとうまくやっていけるだろう。でさ、チームカラーは何色でもいいよさっき赤だったし、あー、ピンクにする。ピンクにします。でプリンセスキャッスルやかわいいクッパーのピンクなんかかわいいあれ、ちょっと待って、死んだのか。え、ちょっと、え、え、どうなった。え、一人になった、もしかして。これなんかそんな予感がする。なんか参加チームがどうのこうのみたいな、なんかね、言ってたもんね。そう、むずけど、なんかとナイス、ひどい。シュートは誰が打つみたいな、なんか決めといた方が良さそう。ちょっとすごいことになってる。おお、うおー、ナイス今のシュートうますぎんか。多分コンピューター多分コンピューター
待って。そう、ワリオ手で持ってんねんけど。今気づいた。今気づいたとか、ワリオに初めて、なんかボール、なんか味方が勝手にやってる。味方が勝手にやってる。待って。ナイス。なんかよく分かってんの、よく分かってんの。ちょっとボールどこ、あ、ボールワリオが持ってる。ちょっと外した。待って、それ、あー取られるか。待って、さっきからキノピオで走ってる。あー、それはダメそう。待って、直線上に来てしまった。あー、嫌な予感がする。それはふむお尻アタック。なんだそれ。で、ゴールに向かいますよ。連打か、連打なのか。止めて、おー、ナイス。待って、結局マニュアルがどうなってるのかよく分かっていない。ナイス、味方が強い。味方が強い。シンプルに味方が強い。そう、ボールうまく追えてないもんだ。おー、止めた。ナイス。待って、あー、止められるのか。そっち、待って、やばい。あ、やばい、それはやばい。外した外した。これはもう見守るだけ。いや、連打なのか、連打なのか。ポヨンポヨンポヨン。連打よね、連打ですよね、連打ですね。止める、ナイス、でかい。待って、キノピオがなんかどっかおった。キノピオどっかおった。なんかほぼ3人でやってたけど、なんか味方が決めてくれてる。そう、僕が参加していない。多分参加できてない。そうそう、ロゼッタさんください。ダメか。お、ナイス。ダメか。おお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 お、多分味方がめちゃめちゃ強い。味方がめちゃめちゃ強い。待って、いけちょ、ダメか。あ、やばい。おー、ナイス。おー、ナイス。そう、もうコンピューター強すぎ問題、なんら問題はない。あー、下手。うわー、ブンブンに吹っ飛ばされた。違う。ナイス。クッパが3人ぐらい吹っ飛ばしてるんですよ。あー、青青は無理です。ちょ、どっか飛んでった。ボールどっか飛んでったんだから、返して、帰ってきた。あー、それはダメです。いやー、しっかり決められたな。完璧なシュート。うまいわそれ。待って、こっち。おー、しよしよし、今決めたぞ。今決めたぞ。なんか普通にチャージして蹴った。普通にチャージして蹴った。そう、タックル下手。お、いけ。おー、止められるか。で、そこの枠内に入るとなんか吹っ飛ばされると、なんかそんな感じっぽいので、なんかそういうのはちょっと意識が必要。待って、いけ、キノピオさん。あ、おいおおおおおお、どど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 、今のパス出た。今タックルボタン押してたらパス出た。待って、ボールがそこ、下手、タックル下手。これで、あ、ですよね、タックル出てるのはロゼッタ。集まってよ、ボールが、ボールが、ボールが、フリー、ドブ、
なんか飛んでも、とりあえずクッパ吹っ飛ばしたけど、ちょっと待ってよ、止める。はあ、いや、まあ、一回決めたから、なんかちょっと満足してる。ちょっと満足してる。マジチャンスやったんや。そう。いや、コンピューターが強かったんだよな。ですよね。一旦終わろう。そう、4人じゃないとね、ちょっとね、あの、なんか、あ、すまんってなんかなる。